はい、皆さんどうもラスです。今回なんですけれども、皆さんね、パソコンのスペックを確認したいときってどうしたらいいかって知ってますでしょうか？今回ですね、そのあたりのやり方をですね、簡単にご紹介していこうと思います。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の役に立つ動画をシェアしていっておりますので、よかったらですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では早速やっていきたいと思います。まずですね、パソコンの CPU とかメモリを確認する方法に関してやっていこうと思います。まずこの画面ですね、デスクトップ画面ですね、Windows 10立ち上げてですね、ログインした後ここの画面に行くと思うんですけれども、ここの何もないところで、右クリックを押してみてください。そしてですね、ここのディスプレイ設定っていうのがあるので、これをねクリックして行きましょう。こういうねウィンドウが立ち上がるんですけれども、ここの左側の欄で、バージョン情報っていうのをですね、クリックしてみてください。そうするとですね、デバイスの仕様っていうのが出てきますんで、ここでプロセッサーっていうのが、CPU になります。私の場合ですね、この AMD Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics という CPU 使ってます。これノートパソコンの CPU ですね、CPU、このプロセッサーのところを見ていただければわかるようになってます。で、メモリはですね、この実装 RAM ってところを見ていただくと、16GB って書いてますね。皆さんもですね、ここの何 GB か、書いてると思うのでチェックしてみてください。ここで、CPU とメモリがわかるようになってます。続いてですね、パソコンの、ハードディスクとか SSD の容量をね、いくら使ってんのかとか、全部でどれだけあるのかっていうのをですね、知りたい時あると思うので、それのやり方ね、やっていきましょう。やり方は、このデスクトップの、左下のこのスタートですね、スタートをクリックしてもらってですね、ここにドキュメントってあるので、これをね、クリックしてみてください。ウィンドウが立ち上がるので、ここでですね、左側に PC っていうのがあると思うんで、これをね、PC っていうのをクリックするとですね、ここにデバイスとドライブっていうのが出てくるので、私の場合は C ドライブってところに SSD をね、1個つないでて、空き容量はね、今 274GB あるんですけど、合計サイズが 458GB の SSD を使ってるという感じで、ここでね、空き容量とか見ることができますので、やってみてください。その他のやり方なんですけれども、このタスクバー見てもらってですね、このエクスプローラーのアイコンがある方は、これをね、クリックしてもらうことでも、同じようにですね、さっきのウィンドウが立ち上がるので、左側のこの PC っていうのをクリックして、デバイスドライブってところをね、チェックしてみていただければ、ディスクのね、空き容量分かるようになってますので、皆さんやってみてください。他にもですね、パソコンの情報詳細をね、もうちょっと見ることができますので、そのやり方もね、解説していきたいと思います。同じようにですね、この左下の、スタート、ですね、さっき左クリックしたらこんな感じになると思うんですけど、これをね右クリックしてみてください。右クリックするとですね、メニューが出てくるんですけど、ここでタスクマネージャーっていうのがあると思うんで、これをね選んで左クリックしてみてください。そうすると、タスクマネージャーっていうウィンドウがね立ち上がるんですけれども、最初はねこのプロセスっていうのが立ち上がるんですけれども、ここの、右側にあるタブですね、パフォーマンスって選ぶとですね、ここで CPU とかメモリーとかね、さっきの調べた情報も見ることができますし、あと Wi-Fi の速度とか、あとグラフィックボードとかもですね、自分の場合は NVIDIA の GeForce GTX の 1660TiMAX9 ってやつですね、これノートパソコン用なんですけど、こういう GPU をね使ってるとかっていうのがわかるので、こんな感じでね、見ることもできますので、CPU とかメモリのね現在の使用状況とかも、細かくねモニタリングで見ることができるので、知っておくといいかなと思います。ここにね情報も出てるんで、メモリのね情報も出てるんで、さっき見た情報と同じようなものも見ることができます。ということでですね、今回はパソコンのスペックの確認の仕方ですね、まず CPU とメモリの簡単な確認の仕方、あとですねディスクの空き容量の確認の仕方ですね、であとはもうちょっとね詳細を見るやり方、タスクマネージャーの起動方法ですね、タスクマネージャーからは、CPU、メモリ、グラフィックボード、あと Wi-Fi とかね詳細見ることができますので、このね3点皆さん知っておくと、かなりねパソコン使い勝手が上がると思いますので、知っておいていただけると幸いです。今回の動画ですね、もし良かったとか役に立ったとかあればですね、いいねいただけると嬉しいです。他にもですね、ここがちょっとわからなかったんだけどとか、良かったとかありましたらですね、コメント欄にもいただけると嬉しいです。今後の励みにつながりますので、よろしくお願いします。ってことで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。